Hi, it's me, Yuko. Thank you for watching. はい、本日はたくさんっていう風に、言うとき、多分、まあ、many か、もしくは、数えられない名詞の前には much、で、数えられる、数えられないっていうのをもう考えるのがめんどくさいということで、a lot of、これを多分使っている方、が多いかなっていうふうに思うんですよね。 many か much か a lot of か。だけど、結構他の言い方でも口語でよく使われる表現があります。はい、まず一つ目はですね、 a bunch of ですね。 bunch っていうのは束のことで、例えば a bunch of bananas、といった感じで、こうバナナのこう、ま、束房ありますよね。を言ったり、 a bunch of roses、まあ、バラの花の束、ということで、まあ、こう花束のことを言ったり、なんて言うんですが、まあ、一つの束っていう意味もあるんですが、a bunch of で、たくさんのっていう意味もあります。例えば She has a bunch of clothes、彼女はたくさん、服を持っている。で、あとですね、これこの形でよく使うんですが、 She has a whole bunch of、 a whole bunch of、 a whole がつくことで、もうめちゃくちゃたくさんっていう、まあ、bunch of を強調しているわけですね。この形、もよく使いますね。 She has a whole bunch of clothes、 彼女はたくさん服を持っているってことですね。はい、あともう一つはですね、 a ton of ですね。A ton of、でですね、A ton of、というふうに言うんですが、これは、今やった A bunch of よりも、こう量が、まあ、多い感じですね。とにかくこのもう大量にとか山ほどのとかものすごい数のっていう、まあ、たくさんっていうのをこう大げさに言いたいとき、 A ton of を使います。A ton of はですね、 tons of、 ton に s がついて tons of、 この形でもよく使います。 The store received tons of complaints because of poor service。 はい、もうこう粗末、粗悪っていうんですかね、まあ、サービスの、まあ、せいで、もう tons of、もうこう大量のまあ、complaints っていうふうに言うんですが、まあ、日本語だとクレームって言いますよね。まあ、苦情とかクレームを、受け取っているですね。はい、そのお店は、大量のクレームを、受け取っている。なぜなら because of poor service、まあ、サービスがひどいからってことですね。あともう一つ、 He has tons of friends on SNS。はい、彼は tons of friends、 もう山ほどの友達がいる、 on SNS、 SNS 上でってことですよね。だから Facebook の友達の数が異様に多い人とかいますよね。はい、なんて言ったりですね、まあ、今は a bunch of、 ton、 a ton of を紹介しました。そしてあともう一つ、 plenty of、これもよく使います。で、これちょっと使い方がこう注意があるんですが、基本的に疑問文とか、否定文では使わず、まあ、基本肯定文ですね、plenty of、を使えるんですけど、これはですね、まあ、十分ある、十分あるからたくさんあるっていう、まあ、ことですね。で、十分っていうとき、パッと思いつく言葉あると思います。それは enough ですよね。enough の漢字なんですが、もう例えば I have enough time、十分な、時間はありますといった感じで enough をもう使えるのであれば、ここが語彙力を伸ばすチャンスですね。もう enough を使えるのであれば、今度からですね、 plenty of、 plenty ofを使ってみてください。I have plenty of time to study English.
英語を勉強するもう十分な、時間はある。あともう一つ、 If I had plenty of money、 はい、もうたくさん十分すぎる、お金があるのであれば、 I would build a new house、 新しい家建てるのにな、といったこう仮定法で使ってみたりですね。はい、plenty of もですね、非常によく使うんですが、こうあんまりこう馴染みのない言葉と思うので、まあ、enough の感覚で OK なので、ぜひ使ってみてください。はい、ということで、本日はもう many much a lot of ばっかり使っている方はですね、a bunch of、a ton of、plenty of、 これらのたくさんのっていう意味の言葉を使ってさらに表現力を磨いていきましょう。 Alright, thank you for watching. Have a good day. Bye!